スイートサルサは日本の競争場、繁殖品場。主な勝ち倉は2015年の福島品場ステークス。場名の由来は冠名とダンスの一種。2012年11月4日、東京競馬場の新馬戦でデビューし、3着。2戦目で勝ち上がり、フェアリーステークス5着を経て、出走のクイーンカップで浮世の風とタイムサなしの2着と、 なった後、賀賞に直行する予定であったが回避し、フローラステークス6着後に追加登録料200万円を支払って、優秀品馬に出走したが7着に終わる。夏に1600万下クラスを2走して2戦目で、勝ちオープンクラスに昇級し、不中品馬ステークスで、ホエールキャプチャの3着に入るも冬以降休養に入り、休養中に1000万下クラスにまで高級する。 2014年6月の八ヶ岳特別で復帰して1着となると2000挟んで11月の1600万下条件特別ユートピアステークスを買ってオープンクラスに最小級し最小級初戦の I1 杯でディアデラマドレの3着に入る2015年初戦に予定してた中山頻馬ステークスを右肩発行のため出走を取り消したが 4月25日の福島品バステークスに出走し、リラバティとの争いを首差しりけて勝利、重賞初勝利を挙げた。その後、ビクトリアマイルなど参戦したものの、いずれも6着以下の成績に終わり、10月22日付で競争場登録を抹消し、引退した以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。引退後、 千葉県のシンボリ牧場を経由して、北海道猿ン日高町の日高シンボリ牧場に移動し、繁殖品場として、つなぎをされている。ABCDEFGHIJKLMNOP Sweet Salsa Javis r c D,、e, F, G, h www.jbis.org.jp2020 年4月9日閲覧。ディアデラマドレ。 スイートサルサが引退繁殖入りへ。www.sponichi.co.jp。2020年4月28日閲覧。福島品馬 S、取り消し明けも関係なしスイートサルサが重症発部位。K 馬ラボ、ルーイノベーション i o リ Co、ッド m i t e 2020年5月20日閲覧。AB、スイートサルサ競争成績。 ジャビスサーチ。公益社団法人日本軽手場協会。2020年5月20日閲覧。AB、スイートサルサオーカショーパス。オークス目指す競馬ニュース競馬予想のウマニティ。サンスポ日本放送公認 SNS。競馬予想のウマニティ。サンスポ日本放送公認 SNS SN。2020年4月29日、閲覧。 スイートサルサが出走取り消し中山頻馬 S 曲馬プレミアム P.nikkanspoorts.com 2020年4月29日閲覧福島頻馬 S スイートサルサが重症発生派予想を TV サンスポーコム2020年4月29日閲覧 AB スイートサルサ引退繁殖場に競馬ニュース netkeiba.com 2020年4月29日閲覧スイートサルサの競争成績ネットキバネットドリーマーズ CO リミテッド2020年5月20日閲覧ディアデラマドレスイートサルサが引退繁殖入りへ www.sponichi.co.jp2020 年4月29日閲覧 ノーブルタイム、ジャビスサーチ、公益社団法人日本形手場協会、2021年4月24日閲覧。シルキーボイス、ジャビスサーチ、公益社団法人日本形手場協会、2021年4月24日閲覧。ジャビスサーチ、公益社団法人日本形手場協会、2021年4月24日閲覧。ABC、 スイートサルサ決闘情報、5大決闘表。ジャビスサーチ。公益社団法人日本軽手場協会。2020年4月6日閲覧。スイートサルサの繁殖品場情報。競馬ラボ。2020年6月26日閲覧。AB。スイートサルサの5大決闘表。ネトキバ。ネットドリーマーズ仕様。リミテッド。2020年4月6日閲覧。 ありがとうございます。